こんにちは、サードロです。今回はモンスターハンターストーリーズ2において効率の良い,いレベル上げですね。っていうのが最終段階、レベル99を量産するっていう段階まで効率の良い,いやり方ができましたので、今回はこの1本を見ていただければ、レベリングについてレベル1の時からレベル99までどこを回したらいいのかっていうのをまとめてご紹介させていただこうかなと思います。はい。で、今回のこの動画に関してなんですが、僕一人の力で作れたわけではなくて、他にもレベル レベル99をも量産されているようなガチ勢の方々からも意見をいただきながら最終的にできた最高率のレベリングになりますのでご協力いただいたガチ勢の方々本当にありがとうございましたまずはじめにレベリングについてですねまず基礎なんですがこちらの祈りの壺を使いましてお祈りですねこちらで特訓のお祈り使っていただきますプラスでお札ですねお札に関して使う場合は こちらのの特訓の札これを使っていただくと獲得経験値が増えますのでこの2つを発動するのは大前提になります、はい、そしたらまずはじめにレベル1からレベル50にかけて回していただくクエストっていうのはトライアルクエストになりましてトライアルクエストに関してはまずメインストーリークリア前に関してはこのグラビモスを周回していただけるといいんじゃないかなと。 思います次メインストーリークリア5に関してはこちらのクルペッコを周回してまずレベル50 前半ですね。まではここで上げていただけるといいんじゃないかなと思います。一応グラミモス周回する方に関しては水属性で染めてあげると周回しやすくなるので僕は玉ミツネを使っていました。他、あとはもう単純に攻撃力が一番高いお友んで A レンダーずーっとしていただいて周回でいいかなと思います。で、クルペッコに関してはもうメインストーリークリア後に僕は回したのでパワータイプで自分もハンマー使ってパワーレンダーで A ボタンずーっと押して周回をしてました。ここの クルペッコの集会までで一応50レベル前半はできるのかなと思います。で、続きまして、50レベル後半からですね、について順序立ててお話しさせていただきます。で、50レベル後半に関しては、 龍のよりちのり層ですねここが一応ザコ敵がエリアに湧くんですよでこんな感じでここを1層攻撃でもう一旦周回していくっていうのがまあ最高率になるんですけども、まあ、2層の周回の仕方に関しては一応分かりやすいようにまず初めの2層はやってみようかなと思いますでテガレックスにまず乗っていただいてこのまままっすぐ行きますで次こっちですねまっすぐ行っていただくとここにサザミがいるのでこれにまずぶつかりに行きます でぶつかったら、えー、ここですね一層攻撃 ZRZL していただいて一層攻撃してまあ、1周これで7434クレペッコ分ぐらいの経験値を一瞬で稼げますそしたら次下に行っていただきましてこのまま次左ですねにまっすぐ行きますで左にまっすぐ行っていただいたら次右ですねそしたらガノトトスがいるのでこのガノトトスにぶつかりに行きます でそしたら今度ガノトトスとヤオザミが2体いるので一層攻撃ですね。で、一旦で終わらせて、ここでもらえる経験値というのは9500もらえます。で、これが終わりましたら、次はこの右側ですね、に行きます。で、このまままっすぐ。この黄色いカエルを目印に進んでもらうと分かりやすいと思うんですけど、ここ行くと、ここに2体敵がいるので、ぶつかりに行って、ここも2体まとめて一層攻撃。 をしていただきますですると1周あたり約3万経験値ですね3体倒してもらえるので、まあ、これで終わりですで大体もらえる経験値っていうのが5分で10万もらうことができますでここで1つなんですけどもえレベリングでよくやってる方が多いかなと思うのが裏の発想ですねここのラージャンをデスホーンまあワンパン集会みたいな感じでやってる方も多いかなと思うんですけど ここってラージャン一体倒してももらえる経験値が18万ほどなんですよ。で、デスホーンって確定で倒すわけじゃなくて確率になるので、倒せないとき結構グダるんですよね。で、僕も実際に発想やってみたんですけども、もしラージャンやる方は、ラージャンを毎回5分以内で倒せるんであれば、ラージャンの方が効率がいいんですが、 5分以内でラージャン倒すって本当に一発で仕留めるみたいな、もうラッキー引かないと無理だったので、トータル1時間でやってみた結果、裏2層の方が経験値効率がいいんですよ。ここをもう5分で10万ぐらい稼げちゃうので、もしまだラージャンをやってる方は、2層ですね、を1層できる段階、まあ、50後半、だいたい57レベルあれば確実にワンパンできるって言われているので、まあそこぐらいまで育ってる方はもう2層に切り替えていただいた方が、 1>, 1回の経験値は確かにあっちが18万で美味しく見えるんですけど時間で見るとこっちの方が5分で10万を安定して稼ぐことができるので、まあ、正直ラージャンよりかはこっちの方が長い目で見ると効率はいいんじゃないかなと思っておりますただもしラージャンを毎回確定で5分以内で倒す方法とかが確立されるんであればラージャン回した方がいいんですけど、えー、まあそれ以外に関してはまあ2層回してもらうといいかなっていう感じですねで一応これでレベル50後半からレベル60に行くまでっていうのはレベリングができ で次にレベル60を超えてからやっていただきたいことっていうのが次はこちらですね表の4層になりますで今回申し訳ないんですけど何レベルで1層できるかっていうのは完璧な数値っていうのがちょっと出せなかったので一応そこに関しては大体の目安でしかちょっとお出しできないのはちょっと申し訳ないんですけど一応次はここですねでここもワンパン周回また同じ感じでさっき2層やったんですけどやっていただけるといいんじゃないかなと思います 思いますでここで上げれるレベルっていうのがレベル60前半からレベル60の後半までですねはここで上げることができるようになっております大体いい63レベルぐらいあるとできたかなとは思うのでここの一層攻撃ができるまでは2層をずっとやっていただいてでここの、まあ、1レベル上がるごとに60になったらここを確認してもらって一層ができるようになったってなったらここをやっていただくといいんじゃないかなと 思います4層からはもう完全にラージャンの効率超えるのでまあ4層からはもう間違いなくこっちやってもらってラージャンから切り替えた方がいいんじゃないかなと思ってますで次に表の6層ですねここに関してはレベリングできるレベルっていうのが、えー、60後半までですねはここで上げることができるようになっておりますで一応6層に関しては裏で最終的に回し方をご紹介するのでまあちょっと紹介は後でさせていただくんですけどもここで上げれるのが レベル60後半までです、ね、で、すねそしたら次こっからが効率が一気に跳ね上がるんですが裏になりますで裏の2層ですねでここがまあやり方はさっきと同じやり方でいいかなと思うんですけど、えー、70前半までは裏2層で進めることができるようになっておりますなので レベル60後半まで表の6層でやっていただいてだいたい67レベルぐらいが目安だったかなと思うんですけど60後半終わったら次70レベル前半まではここの裏2層をやっていただけるといいんじゃないかなと思いますでここが次終わりましたら次裏の4層ですねになるんですけど裏の4層で上げることができるのが80前半までですねは裏の4層で上げることができるようになっております目安としては大体85レベル までは裏の4層で上げてもらえるといいんじゃないかなと思いますで最後ですねここがかなり激アツになりましてもう最後なんですが裏の6層ここは一応85レベル以降から99レベルまではここで上げることができて もう次からですね、ここを一回回せるようになってしまえば、もうそれ以降はここしかやらなくていいので、他のオトモンを例えばレベル1から99にしたいときは、もうここを最初からトップオトモンにレベル高いやつ置いてもらって、一層でどんどん回していくっていう感じで全然大丈夫です。で、ここの周回の仕方は実際にご紹介をさせていただこうかなと。 思うんですけど、で今回、まあ、どれぐらい効率がいいのか分かりやすいように、1レベルのテオテスカトルをあえて1枠連れてやっていきます。で、そしたらまず、ここもティガレックスに乗っていただくんですが、今回、覚えやすいように、まあ覚え方とかもご紹介しながら周回をしていこうかなと思うんですけど、まずここでブラキデオス、まぁ、空中にぶつかりに行きます。で、ぶつかっていただいて、まずここ一層ですね。していただいて、ここだけで経験値が13万もらえて、 1>, 1レベルだったテオテスカトルも55レベルにこれで一瞬で育ちますこれで1体目が終わりましてで次ですねここから覚えやすいように僕あえて宝箱を開けてないんですけどこの上の宝箱ですねに向かって上に登っていきますなので宝箱に向けてダッシュを次するんですけどここでですねマップ今右下こうやって今ズーム切り替えてるんですけど拡大にしておくと宝箱が映るんですよ一応ここでディノバルドに会うんですけど宝箱が 見えるので最初ぶつかったら宝箱に向かってダッシュすると覚えると覚えやすいんじゃないかなと思います僕はそれで覚えましたでこれダッシュしてもらったら次はこの宝箱の周りですねここをぐるっと回りますなので、まあ、こんな感じで宝箱の周りを回るって覚えていただくといいんじゃないかなと思いますでそしたらゲネルセルタスがいるのでここにぶつかりに行きます で、これでまたここ一掃していただいて、まあ、結構美味しいのがザ魚的も抱き合わせできてくれるので、まあ、これでもう60レベルですね。デオテスカトルが。まあ、めちゃめちゃ早いんですけど、もう60レベル上げれば実戦でも全然ストーリー上使えるレベルにはなってるんじゃないかなと思います。で、ここですね。宝箱の周りをぐるっと回っていただいたら、そのまま上に行きます。なので、ここは上に登っていきます。で、こっちですね。 ここに関してはモンスターがいないので行く必要がありません。なのでこのまま上ですね。上っていくんですけど、上に行きます。でそしたらディノバルドがいるので、ここクンチュー引き連れてるんで、結構ここも美味しいんですけど、ぶつかりに行きまして、ここも一掃します。で、これでもらえる経験値が15万。もうテオテスカトルも64レベルですね。まで。 上がっててましてでここはもうまっすぐ登っていくだけなんで覚えやすいかなと思いますでここでゲネルセルタスがまたいるのでぶつかりに行きますでここも一層ですねしてあげてでテオテスカトルがもう67レベルまで育ってますで次ですねこのままここをまた登っていただいてで次左ですねに行きますで ここからの覚え方なんですけど僕は一応ルートとしてはここ上に宝箱にまず向かって走って宝箱の周り回ったら上に行ってここはこの溶岩の真ん中をぐるっと一周するんですよここはいかないんですけどここぐるっと回るのでここの真ん中の溶岩を中心に1周回るって覚えていただくといいんじゃないかなと思いますでここから上に行かない理由はここにバサルモスが いるんですががバサルモスが経験値美味しくないんですよねなのでここはスルーしてます切り捨ててるのでもうこの真ん中の溶岩をぐるっと回ります、まあ、覚え方はなんで、ま、真ん中の溶岩を囲うようにぐるっと回るっていう風に覚えると、えー、やりやすいんじゃないかなと思いますティガレックスの操作はやってれば慣れるので、まあ、応用に慣れていただいて、まあ、ここぶつかりに行きますでそしたらここもおいしくて2体出てきてくれるので3体ですねくん入れて3体出てくるんで一層攻撃 ししましてもらえる経験値が22万でテオテスカトルがもう70レベルですねで次はこのまままたまっすぐ行っていただいて先ほどご紹介した通り左側はスルーですねでこのまま今度下にこれをもう囲うように一周するので囲うようにっていう意識でこう走っていっていただいてディノバルドにぶつかりに行きますでディノバルドも一層ですねまあここ1体しかいないんで経験値そんなにおいしくないんですけどまあ11万これでももらえます で、もしティガレックスのカーブですね、苦手な方とかは、前にも動画でご紹介はしているんですが、一応オプションのカメラですね、ここのえカメラ回転速度をマックスにしてあげると、ティガレックスを R スティックで操作しやすくなるので、ここも変えといていただくと周回しやすくなるかなって感じですね。で溶岩の周りこれぐるっと終わったら、次下に行きますので、このまま下に行きます。まあ、覚え方としては、 一応マップにあんまり映らないんですけど水に向かって僕行くって覚えてるんですよね忘れた時はなのでここぐるっと回ったらこのまま水に向かって走っていくっていう感じもしくは、まあ、マップで見るんであればここの2つの溶岩の真ん中を突っ切るみたいな感じで、まあ、下に行くって覚えてもらうといいんじゃないかなと思うんですけどここでまたぶつかりに行ってでここも一層攻撃ですね でテオテスカトルがもう72レベルまで育っておりますでそしたらこのまま下にずっと進んでいくのでこちらですねまっすぐ行ってここも降りていきますで次ここにブラキディオスがいるのでこれにぶつかりに行くんですけどまあチュにぶつかっても大丈夫ですまあ同じ感じで拾ってきてくれるのでえここも一層攻撃押しますで15万ですね で次にこの水に向かって走るので左側に行きますここはもうマップにちょっと映ってるんで覚えやすいかなと思いますまあ、水が映ったら水に向かって走っていくで次の覚え方なんですがこの真ん中の水これを囲うようにこっちにぐるっと回ります右回転ですねするっていうのを覚えていただけるといいかなと思うので一応ここまっすぐ行ってで水からこっち行くと離れちゃうのでこっちですねに行きます で、このまんまこっちに行くとここに2体いるので、もう水の周りを回るって感じですね。まあ水に沿って回っていくって感じで覚えるといいんじゃないかなと思います。で、これで20万もらえて、まあもうだいぶレベル上がりましたね。ここまで上がればテオテスカトルバトルで本当に全然役立つレベルなので、ラスボスも言うて、 大体いいレベル80前半でクリアができるので裏の最後ですね戦えるレベルなんじゃないかなと思いますでこのまま水の周りをまっすぐ行っていただいて、まあ、ここはぐるっと回りますそしたらあそこにディノバルドがいるので、えー、ディノバルドですねにぶつかりに行きますでここも空中抱き合わせでいるので空中、まあ、が当たりやすかったら空中にぶつかってもらっても大丈夫ですでこんな感じで一掃しまして、まあ、13万ですね 1>, 1周あたり約140万ぐらいトータルで入手することができるので、まあ、かなりおいしいんじゃないかなと思いますでこれでほぼ終盤ですねここの水の周りぐるっと行ったらここはモンスターがおいしいのいないので下に行きますで下に行ったらこの中心にまたゲネルセルタスいるのでこれにぶつかりますでここも一層ですねしていただいて11万 そしたら次はこっちにまっすぐですね突っ切っていくので、まあ、これ覚え方はもう残ってる道がこっちしかないので、まあ、ここはもう単純に余ってる側に進んでいくだけですね、まあ、横に直進するだけなんでそんなに難しくはないかなと思いますさあここにディノバルドがいるのでこれに当たっていきますでここ1戦ですねしましてもらえる経験値が15万ですねで次あとはここの線をつなぐだけなんですけど ここの線ですね実際にちょっとじゃあ分かりやすいようにいってみますでここ左に行っていただいてこんな感じでさっきのディノバルドで終わりなんですよねここ余るんですけどここでディノバルド戦った後ここの線がつながらずに残るんですがここに行ってもここに行っても敵が出てこないのでここの最後のディノバルドで終わりになります実際にちょっと一応お見せしておくんですけどここですね先にこんな感じで入り口見てもいないですし あとは上の方ですね。行こうとしても、上の方にもモンスターがいない状態なので、これで一周終わりになります。逃してるのはおそらく一番上のバサルモスぐらいですね。ここだけ行ってないかなって感じですね。あとはもうこもごました溶岩の中にいるやつとかは逃してるんですけど、これがまあ一番効率よくできて、かつ覚えやすいように工夫して、最初右回転でやろうかなとか思ったんですけど、初手覚えにくかったので、僕は一応左回転気に入って、 まあ、ガチ勢の方とも話した結果、こっちが時間効率も覚えやすさもいいよねって話で、一応こっちでやっております。ルート一をおさらいすると、えー、最初行ったら、一応マップをちょっと広くしてもらって、宝箱に向かって走っていく。で、宝箱の周りを駆け抜けて上に登って、で次はここですね、ここの真ん中の溶岩。ここのオレンジの溶岩を囲うように一周回る。で、回ったら次、ここ二つの溶岩の真ん中を突っ切って下に行く。 で、下に行ってもらったら次水が移ってくるので水の方に曲がるで、水が出てきたら次は水の周りを沿うようにこんな感じでぐるっと回っていただいて間違ってもこっち行かないようにしてもらうとここの2体逃すと結構経験値おいしいところ逃しちゃうので水に沿うように行くってイメージですねで、そしたら次下に行っていただいて右に行ってここで終わりっていう風に なりますので、まあこれで回していただくと大体ですね今解説しながらさせていただいたのでちょっと時間かかってるんですけども大体5分以内で1周が終わりましてテオテスカトルが5分で77レベルまで育つことができましたまあ大体1レベルから77まで上げるのに大体まあ5分ぐらいでできちゃうのでレベル99もすぐ作れます で、実際にこれでガチ勢の方とかも99レベル量産してるみたいなので、レベリングですね、やっていただけるといいんじゃないかなと思います。で、今回はちょっと長めになってしまったんですが、レベルごとのえおすすめのレベリングについてご紹介をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。これからもストーリーズ2の動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので、ストーリーズ2一緒に楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方は、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いします。バイバイ。こんにちは、です。